はい。どうも、皆さんこんにちは、こんばんは、GK です。今日なんですけれども、今日は4月26日にね、レギュラーの2024シーズンのカードが登場しましたが、こちらのね、全クラブグレード85以上、全選手徹底解説やっております。さあ、今回はですね、ここから J2 についに入っていきまして、仙台編となっていきます。よろしくお願いします。はい。ということでね、ベガルタ仙台も、えー、今回は3名の選手かな。 が、85以上を超えてますので、こちらの選手の、えー、ごめんなさい、おっしゃいましたね、評価していきたいんですけど、さあ、仙台、どうですかねパッと僕はもう人生見て生きてるんですけど、まあ、そうね、新顔の選手もいたりとか、まあ、復活した選手もいたりとか。 うん。まあ、いろんな選手がいてね。まあ、面白い、えー、クラブなんじゃないかなと。まあ、仙台自体の調子も、まあ、ここまで別に悪くなくね、来てるので、まあ、もしかしたらね、限定とかでいい思いさせてくれるシーズンになるかもしれないですね。ここから次第ではね。はい。という風な、えー、クラブになってるんじゃないかなと思いますので、今回ね、3選手しっかりと徹底解説やっていきたいと思います。よろしくお願いします。 はい。で、あとですね、今回、レギュラー2024登場に伴いまして、新スキルがね、2つほど登場してるわけですが、そちらのね、解説はすでに行っておりまして、まあ、パート1の方にあたりますかね、実質ね。まあ、北海道コンサートで札幌編ということで、札幌のね、あのー、あの評価のところの冒頭でね、すでに触れてますので、まあ、もしね、そのスキルの評価気になる方いましたら、ま、ぜひね、そちらの方の動画、覗いてみてください。 はい。ということで、早速ね、じゃあ、ここから、え、評価に入っていきたいと思います。はい。ということで、じゃあ、グレード高い順に行きたいと思います。じゃあ、まず一番高いのは、はい。林選手ね、がグレード90のバランスタイプで登場してます。スキル構成がゴッドハンド制空圏の掌握、後方からのロングフィード。で、チームスキルはディフェンスゴールキーパー、ディフェンス強化 B で、ボナセンがディフェンス20%アップ。総合値6341のディフェッチが1438。 でえー、4ステで高いところはパワーが1217次いでスタミナ1131テクニックが1130スピード1045なので、まあ、全体的に悪くはないんじゃないかなと思いますね。はい,っていうということで、えー、ご覧の通りのねカードとなってますが、えー、評点ねつけながらお話をしていきたいと思います。 えまずですね、ここは、まあ、クラちゃんはそうですね、まあ、シュートセーバーちょっと持ってないので伸びないんですけど、まあ、一応、そうですね、ABB なので、うーん、ま、あでも、<laughs> 5かな。まあ、一応5にしときますか。はい。で、えー、リーグも、まあ、あボナーセンディフェあるんですけど、シュートセーバーないので、まあ、これも4が精いっぱいかなという感じですね。はい。ということで、えー、5、4評価になりますね。うん。 まあ、スキルですよね。ここはね、もう評価点のね、大事なところとしては、もうゴールキーパー全般に言えるんですけども、シュートセーバーほぼほぼの選手が持ってないので、レギュラーはどうしてもね、実践的な評価も伸びないですね。あとはもうそうですね、レギュラーといえばやっぱり、 ね、素材としての価値があるかどうかというところがすごく大事なので、まあ、林選手ね、ここまで、まあ、すでに今、キャプテンがね、限定で登場してますけど、まあ、これ以降もね、まあ、まだまだ全然チャンスあるんじゃないかなというところを考えると、まあ、素材としては十分ね、残しやすい選手かなと。で、あとは特にゴールキーパーが定まってない方。 は、残しておきたいですね。逆に、まあ、ゴールキーパー、しっかりと自分クラブとかで、まかなてるんだったら、そんなに、まあ、ひいきして残す必要はないかなと思うんですけどね、ゴールキーパーっていうのはね。まあ、ただ、受けはね、あの、特に定まってない人は、まあ、どこ、どこの選手であれ、いいカード手に入る可能性あるんでね、ゴールキーパーグレード高い選手多いので、まあ、比較的、まあ、定まってない人は広く残しておくべきポジションなので、まあ、そういった人はぜひね、積極的に。あとは、まあ、仙台ね、クラブリンクとか使ってる人は、もう、ゼが非でも、まあ、レギュラーでも残しておきたいというところなので、 まあ、レギュラーとしての価値はね、それなりに高い選手じゃないかなと思います。ということで、まあ、林選手もね、まあ、もともとね、まあ、FC 東京でね、グレード高かった選手ですが、まあ、仙台の地でね、復活して、ここまで来ましたということで、まあ、限定とかもね、まあ、J2 ゴールキーパーでも95とか行く選手は行くので、もしかしたら、まあ、今後次第では、またそういったところに、まあ、近づいてくるのかなとか、まあ、近づいてきてるんでね、 はい、可能性はあるのかなと思いますので、まあ、ぜひ、はい、ここはね、まあ、そういったところの期待も含めて、まあ、あわよくばセレクトスキル持ちとかね、そういうところまで期待して、まあ、残すというのは全然ありなんじゃないかなと思います。さっき言った通り、まあ、受け広く取る人は、まあ、絶対残しておいてほしい選手かなと思います。はい、ということで、林選手の今後の限定展望なんですが、 ま、ハエス選手といえばね、まあ、ベテランの選手なので、まあ、ここもベテラン系の限定は軒並み強いんじゃないかなと。まあ、ただ、バンディーラとかはちょっと出ないんでね、まあ、移籍してきてそんなに立ってないでしょうからね。まあ、そこはちょっとあれですけど、まあ、マジェスティックとか、黄色限定出たらそういうところが強め。まあ、あとはガーディアンの可能性も全然ありますね。 で、あとは、まあ、フォーカス系の可能性もあるし、なんならシーズンオフでシーズンフォーカスとか、まあ、表彰系絡めば他の表彰系の可能性とかね。まあ、そういうところまで含んでる選手なので、まあ、比較的シーズンオフまでね、楽しめるんじゃないかなと。まあ、いいカード出る期待はできるんじゃないかなと思うので、まあ、そういった意味でもゴールキーパーとして残しやすい。まあ、安定してる選手でもあるんでね。まあ、ぜひ、えここは残してほしい選手の一人かなと思いますので、まあ、ぜひね、あの、まあ、価値を見出して、まあ、残すべき人はしっかりと残して、 えー、置いてほしい選手の一人かなと思います。まあまあね、あのゴールキーパーは結構ベテランの選手多いですけど、まあ特にマジェスティックとかさっきね、まあ名前出した限定とかになると強めのね、選手だと思うんで、はい、ぜひそういったところが出た時に、またシュートセーバーのカード、もしくは今ね、登場しているキャプテンをね、ぜひ狙ってみてください。ということで、まあ早選手もね、今年まだまだチャンスあると思うので、これからの選手だと思います。はい。じゃあ続きまして、えー、二人目ですが、えー、次はですね、 えーっと、中山選手だったかなはい、ということで、グレード88で中山選手登場してます。スタミナタイプです。スキル構成が、えー、高速ドリブル、エースストライカー、ミドルシュート。チームスキル、フォワードオフェンス強化 B で、ボナ戦がスタミナ20%アップ。で総合値、えー、6141で、オフェチが1558。で、4ステで高いのはスタミナが1139で、 えー、ついで、パワーが1052、スピード1024、テクニック1003ということで、まあ、そうですね、まずまずかなって感じですね。はい。というふうな、えー、カードが出ておるわけですが、ここもね、評点つけてお話をしていきたいと思います。はい。ということで、ここはね、クラちゃんはまず、まあ、一応、ここも6かな。ギリ6って感じですね。はい。わあーでもなー、いや、5だな。<laughs> いや、5だね。ごめん5、5にさせてください、5に。5.5ぐらいの5です。はい。 で、えー、リーグもまぁ5.5ぐらいかな。まあ、これもうですね。はい。ということで、55評価になります。はい。ということで、ちょっと普通より下の評価なので渋い評価になりましたが、まあそうなってしまった要因というのはいくつかありまして、まずそうですね、率直に A シュートスキル持ってないというところがまず痛いところが一つあって、 で、かつ、まあ、これ C のミドルシュートが、まあ、実ト B の S ストライカーよりも軸になりそうな雰囲気のスキル構成してるんですよね。ま、あでも高速ドリブルある分、まあ、S ストライカーの方がまだマシかの、マシかなっていう場面もあるんでしょうけど、んま、いかんせんね、シュートスキル BC はきついね、2個持ちはね。 うん。で、しかも、ま、どっちもやっぱり今の環境当然厳しいんでね。まあ、攻めてスキルシュートスキルないと、ちょっと戦えないかなっていう。で、クラちゃんでも、ま、高速ドリブルミドルシュートというところが連動したりとか、ま、したとしても、 そんなに大きく稼げないからね。まあ、高速エースストライカーの連動もあるでしょうけど、ただそんなにね、まあ、クラちゃん環境といは結構好き勝手できないのも現状ね、今の環境なんで、と考えるとちょっと稼ぎも難しいかなっていう感じがしちゃいますね、どうしてもね。うん。 あと、リーグ的に見て、まあ、もう一つだと、ボーナスにオフェないのもね、ちょっとあれですかね、評価点伸びなかったところかなっていうところで、まあ、ちょっといいところよりも、どっちかというと、ちょっとネックなところが目立つようなカードになってるので、まあ、これぐらいの評価でいた仕方ないかなっていう感じで、はい、ご理解いただけたらなと思います。まあ、あくまで素材としての価値をどれぐらい見出せるかに、まあ、このレギュラーカードの価値はかかってるんじゃないかなと思います。はい、ということで、中山選手もね、まあ、今後の限定展望をちょっとやっておきたいんですけど、 まあ個人的には結構ストライカー系の限定もね、まあ強いイメージあるし、まあスナイパーとかストライカーとか、まあ黄色限定で言うとそこら辺筆頭に、あとまあフォーカスの可能性も当然あると思うし、で、あとは、やっぱりね、中山選手ってもともともっとグレード高かった選手で、去年とかちょっと不調だったんでね、グレードが落ちちゃってますけど、まあグレード的にもまあ限定くれば90代とか、 まあ狙えるところの可能性もまだまだ評価そこまでね持ってる可能性もあるし、なんなら、まあ、結構一時期ね異次元シュート系とか結構持ってきてた選手なんで、そういった長距離シュートとかに期待できる、まあシュートの質というところにも結構期待ができる選手なんですよ。なので、 まあちょっと物足りなさが余計にまあもう目立つというかまあこれまでのねあの2022のカードとかと比べると全然やっぱり物足りないなというところがまあ見えてくるのもまあ素直な感想なんですけどまあもっといいカード期待できるんじゃないかなというところでまあ当然このレギュラーよりはまあ限定の方がまあ前半から出る可能性もあるし後半に回る可能性もあるんですけどまあいずれにしてもどこかでねまあチャンスは来るんじゃないかなと思いますのでまあぜひそのねまあやっぱりスキル的にも期待できる選手なんでそういったいいスキルを持ったね 限定が出出ることを期待して、ぜひね、出た時になので、もともとね、レギュラーよりもやっぱ限定の方が価値高い選手なんで、まあ、これはまあ正直まあ仕方ないというか、まあ、痛いっちゃ痛いですけど、そんなに大きな痛手ではないのかなと、まあ、それこそもう、ね、このまま今シーズン頑張ってくれれば、まあ、後半のレギュラーとか、それこそね、もっといい、ね、あのスキルもらえたりとか、レギュラーから狙っていきたいんだったらしそうだしね、まあ、そういったところにつながるような運用をね、まあ、ぜひ中山選手ね、 まあ、例えば、キラとか、いい素材持ってる人は、ぜひね、そういった風に立ち回ってほしい、えー、前半シーズンになるのかなと思います。はい、ということで、中山選手もね、まあ、もともとグレードね、一回グッと上がりましたけど、またちょっとね、ある程度のとこまで落ちてきたということは、まあ、いい意味で捉えると、素材が取りやすくなったとも言えるんでね、 まあぜひ今のうちにレギュラーね。まあまあ中山選手結構期待してる人はレギュラーしっかり集めて、えー、センス厳選とかをね、今のうちにやって、まあ来るであろうね、限定に備えてぜひ準備しておいてください。まあいい選手だと思うんでね。まあまだまだこれからのカードの可能性十分に探って、まあ追っていけるんじゃないかなと思います。はい。じゃあ続きまして、というか最後の3選手目ですね。はい。ということで、高田選手ね、移籍してすぐですがグレード85スタミナタイプで登場してます。 スキル構成がピンポイントタックル、アーリークロスパスカットね。はい。で、チームスキルはディフェンスゴールキーパースタミナ強化 B で、ボナな戦がスタミナ20パアップ。総合値5940のディフェッチが1346。で、4ステレ高いのはスタミナ1173。スピードが1086。ここまではま,あまずまずかなと。で、パワー931、テク800じゃあちょっと低いかなという感じですね。 まあ、オフェンにちょっと持っていかれてる分があるので、その影響がもしかしたらあるかもしれませんが、いや、でもそんなことないか。まあ、ディフェンはそもそもそんな高くないからね、もともとね。まあ、4ステが単純に偏ってるだけかな。まあ、グレードが85っていうのもあるでしょうけどね。はい、っていう風な感じになっております。ということで、じゃあここもね、評点つけた上で評価していきたいんですけど、まずですね、まあ、スキル的な、そうですね、スキル的なというか、クラちゃんね。 的な評価でいくと、まあ、ここはね、まあ、難しいですね。ちょうど境目ぐらいですけど、まあ、6かな。で、リーグもま、6かなっていう感じですね。いや、リーグは、いや、6、まあ、ギリ6ですね。はい、6、6でつけたいと思います。まあ、ただ、クラちゃんは6.5、リーグは6って感じかな。うん、そんなイメージで持ってもらったらいいんじゃないかなと思います。 はい。ということで、ここもね、評価していきたいんですけど、まずね、まあ、高田選手ね、右サイドバックのみというね、適正になってるんですが、これ、サイドハーフあればね、もうちょっと評価変わったかなというのが、まあ、B のアーリークロスなんですよね。うん。これね、サイドバックでもね、なかなかね、まあ、打てないんだよね。今の環境というか、まあ、そもそもが。そんなに打てないんですよ。ワイドレンジとかね、あれって自陣から打てるようなクロッサーだったら、まあ、全然サイドバックからでもいいんですけど、アーリークロスって一応ハーフウェイライン超えたちょい先ぐらいまでいかないと、出ないんでね。 うん、で、しかも、打つ体勢結構、まあ、フラスル系とかと違って、しっかり前向いて打つ体勢整えないと打てないのも、ちょっと特徴的なとこなんで、なかなかその間をね、作るのがね、ちょっとサイドバック難しいんですよね。なので、あんまりいいスキルとは言えない、実はね。実はですけどね。<laughs> サイドハーフだったらいいんだけどね。まだ作りやすいんですけど、形がね。って考えると、 まあ、その B、せめて BC が逆だったら、まあね、76とか、まああったかなっていう感じですけど、まあ B にアリークロス食い込んでるので、まあクラチャんもまあ6が限界かなっていう、まあ実数ピンポイントタックルめちゃくちゃ頼みになってくるかなっていうところで、まあちょっとやっぱ6が限界かなと。で、リーグも、まあそうですね、まあこれもまあ6が限界かな。まあ一応ギリ6ぐらいね、まあ5.5か6かちょっと迷いましたけど、まあディフェチもちょっと高くないんでね、ちょっと甘やかした評価に見えるかもしれませんが、 まあでも一応 C でパスカットは持ってるんでね。まあそこはちょっと考慮してギリ6で、はい、残させていただいてます。まあということでね、まあ一応ピンポイントタックル A で持ってるので、まあ稼げないこともないし別に、全然稼げないとかそういうわけじゃないし、まあ全然守れないわけでもないので、まあ結局はその上積みとか仕上がりとか、まあ EP どれぐらいつくかとか、まあそういうところはね、だいぶ影響はしてくると思うんで、まあそこ次第ではワンチャンス、まああるかもしれないぐらいで、はい、思っていただいた6でいいんじゃないかなと。 思い伸びしろある6と言っておきましょう。はい。ということで、ま、高田選手のね、カード66評価だったんですが、ま、限定展望ね、ここも高田選手やっていきたいんですけど、ま、そうですね、今シーズン、うん、ま、サイド系の限定の可能性もあると思うんですけど、ま、ただ上の方の選手たちもね、ま、対象になってくるので、ま、そこが割り振りがあるかどうかというところですが、ま、どっちかというと、ま、守備陣って結構限定攻撃陣よりもね、ちょっと出にくいんですけど、となると、ま、いかにね、フォーカスドプレイヤー出るかなんですよね。 うん、ここもね結構大事になってきます実は。で去年のねあのまあ J1 とかだけで見てもまあ J2 にもそういった選手いたと思うんですけど大体ね J1 の方で活躍してとか出場機会が結構あるのに出ないなっていう選手ねセンターバックよりもサイドバックの選手が多かったんですよね。うん、これはね限定のまあ振り分けとかもあったと思うんですけどそこにまあ巻き込まれないようにっていうかまあ早めにだからまあフォーカスとかで出てくれると結構まあいいですよね。 まあ、早めじゃなくても遅めでもいいんですけど、まあ、とりあえず、まあ、とりあえず、フォーカスとかに引っかかるかどうかで出やすさって変わってくると思うんですよ。だから、フォーカスのプレイヤーとか、まあ、そういうこと、シーズンフォーカスとか、こういうところが、まあ、結構軸になってくるのかなと思いますね。はい。で、ニューウェーブがね、まあ、高田選手引っかかってないのかな高田選手引っかかってたっけニューウェーブ。あ、ニューウェーブ引っかかってんのか。ただ、85超えてないよね。 うん。これもちょっと痛いよね。うん。これちょっと痛かったね。84で止まってたんですけど、まあ、本来ね、もっと、まあ、85超えても良さそうですけどね。なぜか超えなかったんでね。うん。まあ、次の、まあ、その分もしかしたらね、次フォーカスで出してくれるのかもしんないけどね。まあ、次出てきた時は85超えてそうなんで、まあ、そういったカードにね、ぜひ期待してほしいなと思います。はい。ということで、まあ、高田選手もね、ま、秋田時代ね、昨年も結構良かったですけど、今年もま、仙台来てね、ある程度安定してる選手だと思うんで、 はい。えー、ここはね、まあ当然注目していいんじゃないかなと思うし、期待もで、ね、できると思いますので、まあぜひね、今後ね、まあ特にフォーカス系引っかかってくれれば、まあいいカード出る可能性十分にありますので、えー、そこをね、願って、まあいいカード、えー、来るようにね、まあぜひ欲しい人はそこをね、狙って、狙ってというか、願って、まあ来た時にぜひね、狙ってほしいなと思いますね。はい。ということで、えー、今回仙台のね、3選手見ていきましたがいかがだったでしょうか ま、仙台といえばね、意外とレギュラーのね、落ちてるところ結構豪華なんですよね。姿選手とかもね、もともと85。まあ、後半シーズンとか行ったら乗る可能性全然あると思いますけど。ま、中島選手とかね、相変わらず低いね。なんでこんな低いんだろうね、評価ね。上がんないね、全然ね。あれかな、毎年、一応セレッソからの期限付きだから、毎年移籍したみたいな扱いになってんですかね。<laughs> どうなんだろうね。グレード上がんないね。 まあ、ゴーケ選手のね、レギュラーが出てないとかがちょっとまあ、仙台痛いですけど、まあ、相良選手とかね、今年結構いいですし、まあ、工藤選手もね、悪くないですよね。まあ、小出選手もね、安定してますしね、置いたから仙台来てね。うん。まあ、オナ宇選手とかもね、これからの選手だろうし、まあ、結構面白い。まあ、中、まあ、長沢選手とかね、今年また伸びそうですね、グレードね、ガンとね。 まあ全然中盤限定とか来たらいいカード出そうだし、まあ衣装選手もね、まだまだ若い選手ですけど、まあいい素材だと思うし、まあ仙台は別に環境は悪くないと思うんでね、うん、まあ C と言うなら合計選手がね出てないのがちょっと残念ですけど、まあそれぐらいだと思うんで、あとはね、まあ85以下にも狙い目の選手当然いるので、まああとはね、限定になった時に85超えそうな選手もね、まあちょこちょこいるので、まあそういった選手が対象になった時、まあチャンスね、まあ結構引きやすい時来るんじゃないかなと思いますので、まあ今もね、まあ林選手が実ね、キャプテンで出てますから、まあ次のね、10日、まあ何、誰が来る によっっててまた引きやすさとか変わってくるんでしょうけど今ね、片方キャプテンがね、まあ、林い選手でいいので、まあポ、もうプラスアルファでいい選手来たら余計にね、引きやすくなると思うんで、まあ、ぜひね、注目してほしいクラブかなと思います。 ということで、まあ J2 クラブのね、査定が始まりました。ここからね、20クラブ行くので、まだまだね、ちょっとお時間かかりそうなんですけど、まあなるべく早くね、まあ5月中には最低は終わると思うんですけど、まあしっかりとやってね、まあその後またいろいろね、まとめの動画とかいろいろ作っていきたいんでね、なるべく早くやあの出していきたいと思います。まあ日本日報ぐらいはね、レギュラー評価に当分なると思うんですけどえ、ぜひね、今後ともよろしくお願いします。ということで、じゃあ今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今日もしくお願いします。バイバイ。